商業コンプライアンスと消費者保護はインテレクチャルプロパティライツアプリケーションを開始しました。これにより全ての商標所有者が物理的に国内にいることなく世界中のどこからでも訴えを申し立てることができます。ポータルは商標の侵害を監視する管理及び検査プロセスをフォローアップできるため、ユーザーは状況や結果の通知を受け取ります。新しいアプリケーションはファイルを開いて訴えを整理する過程がその日いつでもより簡単かつ迅速になり、ビジネス向けの堅実な解決を提供します。ポータルは5つの言語、アラビア語、英語、イタリア語、フランス語、日本語でご利用いただきます。ポータルでは商標を保護するために特定の料金を支払った後にユーザーが訴えを申し出ることができ、完了後訴えの状況と結果をフォローアップします。